ロサギガンティアは、ヒマラヤ山脈山麓、標高線から1500メートル地帯のインド北東部、ミャンマー北部、中華人民共和国南西部を原産地とする、バラかバラ属の種。その名が示す通り、バラの中でも最も大きな種である。ツルセイのバラで、頑丈な、ハリのトゲで高さ20メートル以上の他の樹木の樹幹まで登る。葉は、繁盛力で、 長さ15から25センチメートルの服用。花は白か、クリーム色か、黄色で、直径10から14センチメートルとあらゆる野原の中でも最大である。実は黄色、またはオレンジで、直径2.5から3.5センチメートル、剣道でしばしば翌年の春まで越冬し、次の花が咲くまで残っている。シノニムとされるものを以下に記す。R マクロカーペト。 アールザンソカーペはインドのバラの権威であるジョージ・ワット卿が1888年にインドのマニプル州で発見し記載した。これらは現在では同じ種であると考えられている。異なっている点として主張されたアールマクロカーペの特徴は一貫性がない。ロサギガンティアとティーローズあるいはハイブリッドティーが交配され、ベルポルティュネーズやラフォレットなどの品種が生み出された。 ありがとうございます。